セキュリティトラックにご参加いただきましてありがとうございます。このトラックですね。あの、今年、えー、2023は、えー、情報セキュリティポリシー推進委員会とセキュリティ運営委員会の合同セッションという形で開催させていただくこととなりました。で、えー、前半後半と、まあ、ほぼ1時間ずつ分けてございまして、前半後ですね、えー 情報セキュリティポリシー推進委員会ということで、えー、と、審査をさせていただいております、京都大学の中村が進行させていただくこととし、後半の部分はですね、セキュリティ運営委員会の、え北海道大学の南先生にご担当いただくということで、まあ同じセキュリティに関連するトピックということで、続けて開催させていただくということで。 としております。よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、前半の部分に入っていきたいと思います。はい。で、前半はですね、この、え情報セキュリティポリシー推進委員会の活動のご紹介ということで、大きく2つトピック。 を、えー、ご紹介させていただきますけれども、一つ目が、えー、あの、倫理姫めとで、いや、違いますね。一つ目は、えっ、ー、と、情報セキュリティ対策のためのサンプル規定集ということで、す、え、で、ー、にですね、以前から提供させていただいておりますもの。現在最新がですね、 3月に提供しました2022年度版になっておりますが、まあそちらについての詳細。で、もう一点が、教材、情報セキュリティ教育のための教材ということで、リニ姫の情報セキュリティ教室という二つの内容とさせていただいております。で、このうちのですね <laughs>、まず順番に行きますと、サンプル規定集の概要ですけれども、 多くの大学でご利用いただいているというか、あの多くの大学で策定が求められているセキュリティ関連の学内規定のサンプルという形でですね、ご利用いただけるようなものを提供するということで、ご準備させていただいているものですけれども、まあ、様々な 携帯の大学がある中でですね、そういったものをすべて用意するっていうのも大変ですので、ここではですね、仮想の A 大学というものを想定しまして、その大学向けのサンプル規定集という形のものとさせていただいています。で、提供がですね、2007年からということで、ほぼ15年ぐらいかけて、これまで。 作ってきているわけですけれども、現在は ABCD の D 系列というもので提供させていただいているということで、まあそのあたりの詳細はですね、また改めてご説明させていただく予定でございます。で、もう一点が、光と翼のセキュリティ三択教室から始まりました、教材の提供と。 ということで、こちらもあの、いろいろとですね、内容を更新しながら、今日に至っているというところですけれども、こういうような形でですね、皆様にご利用いただける教材を提供しているという活動が二つ目の内容となっておら、おります。